しちゃんです。さっきね、一緒にお昼寝してて、腕をね、こうね、プシュプシュしてくれて、マッサージしてくれたんですよ。この子ね、なんか肉球がピンクなんですよ。ちょっとこの辺映せないんですけど、ごめんなさいね。すごい可愛くないですか？で、お芋くんは肉球が黒なんですね。もうこれがね、この二人を見分ける、まあ、サインというか、もうすごい似てるんでね。はい。このピンクの肉球が、虫ちゃんです。今日は友達のメリーと一緒にレイクカントリーにあるスピオンコップマウンテントレイルというところに行ってきました。ここはですね、あの高速っていうか、まあ道路が近くにあるので、大自然の中なんですけど、なんかちょっと常に車の音が聞こえて、なんか鳥のさえずりを楽しんだり、なんか動物に会えたりっていう感じのトレイルではなかったですね。工事中な感じもすごい見えたりして、なんか絶景とは言わなかったですね。まあでもね、レイクカントリーに住んでいる方は、ね、身近に行けるいいトレイルなんじゃないかなって思いました。違うサイトで、コメントをいただきまして、スピオンコップ行ってみたら、マウントブッシュに似てるよっていう風に書いていただいたんですけど、その前日に行ってきたんですね。まあちょっと面白いですよね。コメントいただいて、ここどうって言われて、昨日行ってきたよっていう、なんか本当に友達とのやりとりみたいな感じでしたね。はい。で、ここなんですけど、私すごい、蚊に噛まれまして、3箇所噛まれましたね。なんかね、青タンみたいですっごい腫れ上がって、蚊だと思うんですけど、なんか違う種類の蚊なんですかね。もうすごい異常に今痒いんですよね。皆さんね、ハイキング行かれる際、日焼け止めはもちろんなんですけど、虫除けですね。それもちょっと必要なのかもしれないですね。今回の動画も楽しんでください。どうぞ。Then it's a double whammy. And then if it's a huge thing, then it's a whammy, whammy, double, triple whammy. Hi! Yeah. But it's next week. So Thank you.
Yeah.